きげんよう。ごきげんよう。ソシオニクス。このチャンネルでソシオニクスを紹介させていただくときは、めまいさんのいざよいブログを元に紹介させていただいております。今日紹介させていただくのは、ガンマクワドラというソシオニクスの理論ですね。うん、SEE と ILI と LIE と ESI。はい、社会の発展のために働き利益を上げるのが好きなグループですと、うん、本音でぶつかったり生産的な議論をしたりできる真剣味のあるグループを大事にしますと、はい、二等兵が SEE、はい、確かに切れ事じゃないですけど、はい、社会発展いい世界になればいいな、うんうんうん、っていうワードと、うん、利益なんか最近ね、はい、まあ、年取ったからか、はい、空を見てね、はい、青いなとかって思うじゃないですか、はい、で今のこの自分のなんか幸せだなっていう思う気持ちと、うん、この空をね、うん、このままなんか子供たちに引き継げれたらいいなって思うんですよ、はい、この緊迫した社会情勢の中引き継ぐっていうなんかこの自分はこのなんか地球に生まれてね、はい、いかにどう朔太郎じゃないですけど、うん、どうリレーするかじゃないですか、はい、太陽をリレーしてるんですようん、うん、でいかにこの幸せな気持ちをどうやってつないでいこうねっていうのは考えますよね、うん、考えたことはあんまりないですけどねえ？じゃあ体調の要素の楽しみっていうのは何ですか、はい、これやったら面白そうです、面白いことが起きるかもしれない、これやったら面白そうなことが起きるかもしれない、動画やったら、はい、ビッグになれるかもしれないみたいな、なるほどとか、まあ、例えばですよね、はい、それもありますが、うんうん、面白い人と出会えるかもしれない、あ、それは確かに、うん、そういうなんか楽しみのためですよね。でこのガンマクワドラさんはですね、はい、うん、この目標は一言で言えば時代遅れを見つけて今風に塗り替えることですと、例えば、まあ、最近のランドセルはかなりカラフルだが、はい、その男の子は黒、うん、女の子は赤、うん、というものは、うん、今は時代遅れになりつつあるが、うん、こういう時代の変化が起こったのも、うん、過去にガンマクワドラが、え、なんでランドセルの色って選べないの、うんうん、なんて言い出したからかもしれません、うん、なんて紹介がされています、はい、このガンマクワドラの価値観は、うん、社会の発展のために働きたいですと、うん、ガンマクワドラの価値観、うん、効率と利益に関しては短期的な視点よりも長期的な視点を重視しますと、自分の利益以上のもっと広大な利益を目指しがちで自己犠牲的になりやすいと、利益が上がる可能性を秘めた出来事や事業という観点から現在の情勢がどういう結果になるかについて話したがる、ね、事実的な情報にしっかり結びついているアイデアや概念により大きな価値を見出しやすい、大規模な利益につながる活動に辛抱強く取り組むことで社会を前進させようとしますと、将来的な発展が見込めるかどうかに関心を寄せ社会や経済などのトレンドを追いかけます、アイデアは現実に応用できることが重要と考えており、また事実に基づいて判断を下そうとしますと、そういうわけでこのガンマクワドラは非実用的で娯楽以上の価値がありそうもないアイデアの探求にコストを費やしたくありませんと、うん、これがちょっとわかるのは、はい、全て実用的であると、いうところですね。まあそれも分かりますよね、はい、はい、僕もそうですね、はい、はい、楽しいからといって、うん、それがあまり非実用的でなければ、うん、それは楽しいとは思えない、体調は、うんと、あ、ま、僕の状況にもよるかもしれない、現在の、例えば、はい、そう、もうなんか大金持ちで、まあ、あと遊んで暮らせるぐらいだったらもう実用性とか、まあ、無視できますよね。ああ、まあそうですね、 それはそう、はい、だけど一石二鳥を狙うわけじゃないですか、はい、効率、はい、効率、はい、だからまあ楽しいことも求めるけど、まあ、やっぱり現実性みたいなのも捨てきれないかなみたいなのはあります、はいはい、でガンマクワドラのその価値観に
現実に応用したり結びつけたりできないように見えるアイデアについては深く探求する意味を感じない。別のシナリオや可能性を試作分析するよりは、今の状況がどう発展するかやその発展がどうやって起こるかについて試作したり議論したりしがちであると。楽しいだけのおしゃべりに時間を拘束されて生産的な活動に着手できない状況はガンマクワドラにとって恐怖ですと。無駄話する暇があったらジムでも通えばみたいなことを言ってる、はいはいはい、これちょっと分かるのが、うん、これすっごい失礼な話ですけど、はい、その旧友高校時代の友達とかと飲み会とかがあったりするじゃないですか、うんうん、いいんですよ、はい、久しぶりならいいんですよ、うんうんうん、けど同じ話が出てきたりすると、はいはい、時間が気になったりしますまたこの話がみたいな、はい、うん、でなんか我々この、ね、YouTube やってるから、はい、動画につながるような話ならいいなって思うんですけど、うんうんうん、そうじゃないと、うん、編集してた方がいいのかなと家帰って家帰って、うんうん、っていうなんかちょっと失礼なやつだったりします、はいはい、ちょっとわかる。でこの人たちはガンマクワドラは腹を割って真剣に話し合いたいと、はい、価値観楽しみや感情的な交流をベースにグループを作ったり維持したりはせず、うん、生産的な活動を共に成し遂げたり真剣な話題を議論したりするグループだけを真摯に受け止める、うんうん、その場の空気を壊さないよう対立を避けるのが一番だという考え方を拒絶しがちで、解決のためにははっきり言う、少なくとも意見の不一致について話し合うのも好む、祝日のような特別な日の雰囲気に馴染めずに苦労する、この一緒に活動したり真剣に議論したりできる仲間を大事にする、その場の雰囲気を悪くしたとしても自分の意見ははっきりと伝え現実的な解決を目指すことを選びますと。クリスマスやお正月などの特別な雰囲気も行動が制限される感じがして苦手です。どんな時も自分の正直な感情に基づいて行動したいと。なるほど。僕ここ好きなのは、うん、言いたいことが言える。はいはい、わかります。言いたいことは言いたいんですよね、やっぱり、うんうん、で僕たまに体調には、うん、今日ゲスト会なんで、うん、このことは我慢してくださいねってやったりするのは非常に申し訳ないです。ゲスト会は申し訳ございません、はい、でもやっぱり対立を避けるのが一番、僕はまあちょっとそこの部分も分かったりするんですけど、うん、ただなんて言うんだろう、意見が分からないっていうのも分かり合いだよねっていうのを私はこの場で学ぶことができたので、まあ、それは分かります。僕も対立ですっていうのは喧嘩じゃなくて、喧嘩じゃなければ OK、 対立ですっていうのが分かったでっていう握手ですもんね、これは、うん、はい。でまあそれがここではできるからみたいなところですよね。それを大事にするのが僕の中では、まあ、大人、はいはい、ここで言う大人というのは、うん、嫌な大人ではなく、うん、物事を変える責任役割を持つという意味の大人です、うん、はい、はい、子供のうちは文句を言うだけで変えられないので、うん、変えたいと思っている、うん、あ、これは確かにガンマクワドラですね、はいはい、社会を変えたいと思っている、うん、はい、またガンマクワドラは楽しい雰囲気を維持するために無礼や不誠実をうまく受け流したり笑って許したりしなければならない状況には耐えられないと。倫理原則については強硬手段を取る、うん、破る者は処罰し復讐も辞さない、うん、一度親密な関係が築かれたと感じると、うん、誠意を重視するこれ気持ち重視は分かる、はいはい、根性論が好き分かる、うん、はい、人間関係は現実主義的に語りたがり、うん、例えば嫌なやつが、うん、いつかいい人になるかもしれない、うん、とは思えない、うん、相手の悪い行いを野放しにすることは、うん、誰の利益にもなりません、うん、また敵の攻撃を許すことは、うん、屈辱以上の何者でもありません、うん、敵は敵なんで
って言ってる ESI さんがいます。わかります。ごめんなさいって言ってもダメってことですよね。でもごめんなさいは、それは誠意じゃないですか。親密になった後の誠意は受け入れるたもんね。でも相手の悪い行いではそれはないと思っているので、あ、ただいつかごめんなさいって言うかもしれないよっていうのは、ノーです。言ってないから悪いことをした人、はい、は敵です。敵じゃないですか、はい、でその人がいくら謝ったところで悪い人が悪いいい人になることなんかもうないよねみたいな感じじゃないですか。でもそれは現実的に謝ったなら、まあ表面的に許してる、あ、表面的にはあるかもしれない、社会ですからね、ここは社会なんでね、はい、パブリックなんで、でそれがなんか失敗とかだったらまあ許すかもしれないけど、悪いことですよ。悪意があるなら許しません。そう、この人に騙されたみたいな、許しません。でその人が謝ったところでダメです、ダメです。はい、はい、あ、分かります。ちょっと魔が差してみたいな、ダメですね。もう信頼はないですね。はい、表面的にはいいですよ、分かった分かった、でも知らないですよね。もう、携帯電話の番号を教えることもありませんし、SNS でつながることもないです。はい、何か来ても、ありがとうぐらいで、はい、でガンマクワドラの恋愛は有益で自立している恋愛がしたいと、このガンマクワドラの恋愛の特徴は恋愛面では実利的であることを重視し、自立した個人同士の友情のような関係を築きます。粘り強く相手と向かい合い、関係を安定させようとします。これね、なんかわかるんですよね。実利的、トロフィー感はあります。エニアグラムで言うとタイプ3みたいな。トロフィー感と、まあ、実利じゃないじゃないですか。トロフィー何の役にも立たない。自分の地位が上がるじゃないですか。地位なんか上がらないですよね。金稼がない。でも人からすごいと思われればいいんですよ。それ実利じゃないじゃないですか。僕の実利は、はい、資産家の娘とか。やらしいじゃないですか。なんか家事をいっぱいやってくれるとか。やらしいっていう感覚です、僕の言う実利は。実利の言葉の意味ですね。実利の言葉の意味。なるほど、はい、だからそういう人なのかなって思いました。そうなのかな。なるほど、ちょっと読んでみましょうか。はい、ガンマクワドの恋愛はですね、力を合わせて手に入れるですと、ガンマクワ協力できる人とかじゃない。クワドラは金銭的な問題によく気がつくのですが、それはお互いに物理的な利益があるかどうかを考えるからです。プレゼントをもらったり、仕事上の問題を解決するのを支えてもらったりすることに特別な意義を見出します。隊長の言う実利ですね、それは。なんか何かをやってくれる、協力してこれを目指すとか。なるほどなるほど。こういったことから好ましい雰囲気が生じ、同時にある種の性的な刺激が生まれますと、しかし一般には安定した関係を求めるガンマクワドラにおいては、理解し合えなかったり、たびたび疑念が生じたり、意見が対立したり、情緒不安定になったりして危機や予期せぬ転機を迎えますと。ガンマクワドラの生まれつき情緒的な忍耐強さは合理性や実用性と結びついて、こういった問題を対処する助けにもなりますと。二人の間では不安定で性の色が強いのが通常パターンですと。精神的にも身体的にも完全に一つになる時もあれば、仲違いをする時もありますと。ガンマクワドラはさまざまな背景において軽く抵抗しているふりをすることで興奮します。あと、もうちょっとこのまま読みますね、はい、ガンマクワドラの性はとてもダイナミックであり、しばしばアクロバティックな振る舞いが特徴的ですと、SEE と ILI の相対関係では、ただ手を思いっきり引かれただけでも服従します。あるいは ILI はもしの自分が手を引いて連れて行かれたら、すぐに従おうと思いますと、抵抗せずパートナーの支配に属しますよ、服しますよと言ってましたと。 ESI と LIE の相対関係について言えば、態度が何度も変わったり、感情が強烈に高ぶったり、短期的の例えば 2,3 日の間にたくさんそのセックスをしたと思えば、
長いことクールダウン、リラックス、体力の回復に当てたりするのが特徴ですと、うん、SEE はセックスしてから落ち着くまでがかなり早い一方で、 SESI は 1,2 時間はパートナーから撫でてもらわなければいけませんと、うん、ESI と SEE の共造関係は LSI と SLE の共造関係に似ていると。つまり ESI もかなり嫉妬深いですと、うん、SEI と SEE の性的関係と比較するのも面白いと。両者は消化関係にありますが真逆の関係とも呼ばれますと。この場合では特に内向の場合、相手に対してすぐに無関心になるが、これは感覚と感情という面で相手の情熱を完全に消化してしまうからですと。同じ消化関係でも ILI と IEE、 ILI と ILE の場合はこうした消化作用は比較的弱くゆっくりしている。彼らは直感型であるため感覚があまりに意識されないからですと。ちょうどなんかこのソシオニクスは、はい、意識の部分で作用するところと、うん、無意識の自分では制御できない部分で勝手に色濃く出るところがあるので、理解すると面白いかもしれません。まだちょっとそこまで理解が及んでいないので、はい、